僕はその漫画編集者の仕事を、大きく分けると、2つしかないと思ってます。それは、でもう1個は、の、まあ、2つだと思っていて、でその他の仕事の全てはこの2つのために存在していると。編集部の合宿兼旅行ですね。最後粘れるのは漫画編集者だけなので。じゃあ時間なので始めましょう。はい、はい、すいません、今回話すことなんですけど、森原の編集方針を話してもらっていいですよって豆の編集長に言っていただいたんで、そうしようかと思っているので、私がもともとそのアニメイトグループで働いてたので、あ、そうなんです、転職で。緊張してて、変なこととか言うと思うので、まあ、気軽な感じで聞いてもらえたら嬉しいです。うなずいてもらったりとかすると超嬉しいです。まず私の編集方針とか背景とか目指すものの話をするんですけど、まあ、1位は売りたい。でなぜなら作家さんは売れ行きがそのまま収入だからだし、売れた数っていうのは私は幸せにした読者の数かなと思っているからです。でその後は、作家性は作家さんのものだと思ってます。クリエイターは作家さんであって私じゃないからです。私は会社員で、そんなにクリエイターの才能があったらとっくの昔にクリエイターになってると思うからです。で、あとは、まあ、これは方便なんですけど、一つの売れたら作家のおかげで、売れなかったら編集のせいって思うようにしてます。でなので、これらの話を総合すると、私は作家さんのクリエイタースター性とかやりたいことを掘って、その方針のまま売るっていうことを基本的には考えてます。でそのために必要だなって思ってるのが3つあって、1つは質問することで、2つ目が提案することで、3つ目が探求することです。で1つ目の質問なんですけど、なんでこれを書きたいんですかとか書いてるんですかっていう話をむちゃくちゃします。その結果得られた、これが好きなんですみたいな話で、正直私の経験からいくと、大概絶対何らかの形で売れます。でどういうことかっていうと、クラスに1人くらいの確率でしか好きな人がいない趣味ってあったと思うんですけど、高校だったら例えば大体3クラスぐらいあると思うんですけど、3学年あるから学校に9人ぐらいその趣味持ってる人がいる確率になるじゃないですか。で日本の全日制高校って4700校あるんですよ。もうやった、この確率で言ったら、なんと各学校に9人いて4700校あったら、日本に4万2000人確実にいることになるんです。もう4万2000部初版ですよ、これ超すごいじゃないですか。だからその一人に絶対にこれが読みたかったんだよって言わせないといけなくって、なので2つ目あじゃないなので、もうその要素だけはもう絶対に超追求します。でその追求をするために、作家さんになんでこれが好きなんですかとかいう話を無限に質問するし、一方的に質問してるだけだと搾取になっちゃうんで、自分の話も
します。まあこれは話術的な問題ですけど、なんでなんですかって質問って結構他人を追い詰めるんですよ。なんか責められてると思って込んじゃう人がすごいいるんで、そうだな、まあ、ヤンデレっていう企画書が出てきた時に、なんでヤンデレ好きなんですかとかって言うだけじゃなくて、なんでヤンデレ好きなんですか、ちなみに私はマッチョが好きです、なぜかっていうと、みたいな感じで、これはあくまで会話ですよみたいなポーズを取りながら相手の話を聞きます。で、作家さんの趣味が惚れたら、じゃあそれのたった一人の人に喜んでもらうためにどうしたらいいんだろうっていう無限の可能性の話をマジで無限にします。もう本当にずっとその話します。何せさっき言ってたクラスにたった一人しかいないそいつに絶対買ってもらわなきゃいけないので、本当にあいつ買います、この漫画って、あいつに読ませないといけないのに、あいつこの漫画で満足してくれますかねっていう話を、もうお互い納得するまでずっと探求します。で、突然ですがキャラの話をします。私今むちゃくちゃとにかくキャラ重視でやってます。よくまあ皆さんも漫画の理論とか見てると、とにかく漫画はキャラなんだって言われると思うんで、とはいえ若めの編集の人はそもそもキャラって何なのって、私は一応何をしたい欲しいと思ってるか、その結果何をするかで伝わるのがキャラだと思ってます。例えば主人公の女の子は寂しがりです。まあこれって寂しがりって性格を表す言葉なんで、キャラなのかなって思います。でもこれ本当にキャラの設定として十分でしょうか。ちょっとプロットにしてみましょう。この寂しがりの前に野良犬が現れました。まあ、寂しがりはぬくもりを求めているので、汚れるのも構わず野良犬を抱きしめて一緒に暮らし始めるかもしれない。寂しがりはもう寂しそうな犬に自分をむしろ重ねちゃって、もうあまりにも惨めな自分を自覚するのが嫌で、もう犬を蹴り飛ばすかもしれない。つまりですね、寂しがりっていう言葉はキャラか設定かでいうと実は全然設定のレベルなんです。キャラにまで至ってない。寂しがりっていう言葉だけだとこれぐらい可能性出ちゃうんで、野良犬が現れたは事象で、彼女は寂しがりは設定で、その設定を備えてその事象に遭遇した人物が実際に何を求めて何をするかまで行って初めてキャラになると思います。まあ皆さん本当にキャラが大事だって話無限に聞いてると思うんですけど、なんか納得いかないなって人いません？本当かよみたいなっていうのもあると思うんですけど、なんかもう脳科学的に証明されてるらしくて、もう本当にそうです。だからもう、そう、あんまりみんなそのなんだろう、そこも受け入れてほしい。脳がそうなんですって。でこれ人の脳って事象だけでは興味そそられないように進化してるんですって。さらにキャラが大事と言われてもピンとこない人のために脳科学って言ったんですけど、さらにピンとこなくなった人のために、具体的な話をしますが、5、6年前に日本の国土の、まあ、約半分ぐらいの面積が燃えたオーストラリアの森林火災があったんですけど、もし、とはいえ今日今実家ぼや出ましたって連絡もらったら、みんなどっちのが気になります？要は人間って事象の大きさとかよりも自分にどう関係するかの方に気が向くんですよ。ぼやと日本の国土の半分が燃えるんだったら絶対にオーストラリアの森林火災の方が大変なのに、実家は大事だからぼや程度でもめっちゃ気になるっていう、まあ、これで今設定とか事象よりも、キャラクターどういう人物にそれが影響してるかの方が大事だっていうことの、まあ、話です。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。何か自分にとって分かんないことがあると脳科学に逃げてしまうっていうオカルトあるあるってことです。10分ぐらい休憩して、はい、最後いいですね。
これやめに宇宙は宇宙のイメージが宇宙のイメージで、はい、マジで話すことがこう決まってなくてやばいなっていう状況ですね。前2人の話を聞いて、はい、まあ、ちょっとそれ次第で出方を伺おうかなって。かなりやばい、全カットの可能性ある。まあ、偉大な先輩お二人のね話がまあめちゃくちゃ面白かったと思うんで、いや僕の話なんてもうあと言うことないんだけどみたいな。で、話すことめっちゃ迷いました。てかさっきまでずっと悩んでて、ざっくり自分の未来の話というか、こういうことをやりたいんですけどっていう話と、もう一個は、実際こうやってやってきたんですけどっていう話だから、まあ現在とか過去の話、こう全体通して千代田はこういうことを考えてるんだなと、とにかくそれだけを、晒すことを心がけようかなと思います。僕はその漫画編集者の仕事、大きく分けると、2つしかないと思ってます。それは、面白い漫画を作ること、でもう1個は、それをめっちゃ売ることの、まあ、2つだと思っていて、でその他の仕事の全てはこの2つのために存在していると。例えば特集の記事を書くとか、グラビアをやるとか、なんかいろんなこう漫画作り以外のいろんな仕事があったんですけど、それらも究極的には本当は面白い漫画を作るために存在している、あるいは面白い漫画を作るために存在していると考えなければいけないかなというふうに思っていました。どんな経験であれ漫画のあるシーンの感情を想像することにつながったり、そのまんまこう例えばグラビア撮影の時に起こった面白いエピソードがそのまま漫画に使えるってこともあるだろうし、まあ、引いてはどんな人生の経験もこう漫画になるんだという思いで、そういう心構えで臨んでいけば、つまり面白い漫画のためなんだ、それをめっちゃ売るためなんだのどちらかのためなんだと思っていけば、どんな仕事だって前向きにやっていける、そしてやってこれたと思っているので、まあ、さらに言うとより過激に本当にそうなんじゃないかと思っていて、もしこれ今やってる仕事が面白い漫画を作る、そしてそれをめっちゃ売るという2つの原則にどうしてもハマんないぞと思ったら、その仕事は間違ってると思っていて、言ってしまえばそんな仕事があるんだったら、それは今そうなってないんだったら、その2つに引きつけるか辞めるか潰すかのどっちかをした方がいいんじゃないかなというふうに個人的には思ってます。じゃあ面白い漫画って何なんですかという話をしようと思うんですが、まず僕の中に概念として面白い漫画と気持ちいい漫画っていうものがあります。先に気持ちいい漫画の話をすると、気持ちいい漫画というものはなんていうのかな、まあ、単純に読んでいてもう生理的に気持ちいいっていう漫画、それは例えば自分が例えば肯定されるとか、それも肯定されるっていうのは例えばなんだろうな、もうヒロインハーレムものとかで主人公自分の好きな女の子が自分のことを肯定してくれるとか、自分のことを好いてくれる、恋愛が叶うとか、そういった漫画、もしくは、例えば異世界転生で俺強えみたいなチートで、周り自分のことをバカにしてるやつらを見返すとか、そういったものでもいい、もしくは、エロとかグロ、この単純に読んでいてエロいなもしくはグロいなっていうこの快感がある漫画、これを僕は、気持ちいい漫画としています。で一方で面白い漫画って何ですかというと、面白い漫画っていうのは、異物が存在している漫画、異物もしくは他者、つまり分かり得ないもの、分からないものが存在している漫画のことを僕は面白い漫画と呼んでいます。これはまあ単純にその知らない価値観とか自分のことを肯定してくれない存在とか、思ってもない、なんだろうな、この快感原則にのっとってない展開とか、こう読む前と読んだ後で世界の見え方が変わると、新しい価値観に触れる、自分の知らないことを知ることによって読む前と読んだ後で自分が変化している、あるいは世界の見え方が変わっている、そういった異質なもの、他者、異物が描かれているものが、面白い漫画だと思っています。でこの面白い気持ちいいは、どちらの方がより良いってことは全くないというか、常にこう頭の中にこの軸を置いといて、果たして今自分が作ってる漫画はどんくらい面白い漫画よりなんだろうとか、どんくらい気持ちいい漫画よりなんだろうみたいなことを考えると、何かの解像度が高まると。
なんかこれはじゃあ具体的にこう売れにどのくらいつながっていくんですかとか、そこら辺のこう生かし方っていうものは僕もちょっと考え中ではあるんですけど、例えばシンプルな話、僕がこう面白い漫画よりどちらかというと気持ちいい漫画よりというよりは、面白い異物とか異なる価値観が存在している漫画よりの漫画の方が自分は好きだし、そういう漫画を作っていきたいという気持ちもある。でじゃあこういう漫画をじゃあどうやって売っていこうかなって考えるときに、じゃあそのぐらいのバランスのやつは僕はもう賞を取るしかないなと思っています。そういう漫画がなんかじわじわと売れていくっていうなんかイメージはあんまりちょっと持っていてなくて、賞とかあるいはインフルエンサーとか、うーん、なんだろうな、フォロワーが多い人に指すとか、もしくはまあメディアミックスするとか、そういったこう何かしらのフックアップ機能をフックアップしてもらうことですかでしか、そういった漫画がこういろんな人の目に触れる機会はないのかなというふうに思っているので、そういったラインを狙っていくぞというような、指針を立てることができます。もう一個、その面白い漫画、まあ、これ面白い漫画を作る、まあ、勧めでもあるんですけど、面白い漫画のもう一つの役割っていうのが、そのブランドを作る漫画だなというふうに思っていて、もちろん気持ちいい漫画もブランドは作るんですけど、面白い漫画の方がよりブランドを作るのに向いてると思ってます。面白い漫画を作ると、面白い漫画の方だと、つまり、その読者が集まるというよりも、つまり読者数が伸びる、めっちゃ売れるというよりもブランドを作る効果の方が強いかなと思っていて、それは、良い作家や良い編集者が集まる漫画になるかもしれないという意味において、僕はすごい面白い漫画というものをより作っていく必要があるんじゃないかなというふうに個人的には感じています。それはなぜかというと、後進を育てるから、そういった漫画に憧れた、作家や、編集者が集まってくるだろうからと思うので、面白い漫画はその編集部っていうブランドをやっていくのであれば絶対に必要になってくると僕は考えて、やっていってます。終わりです。ありがとうございました。いや、びっくりしました。嬉しいかも。ご褒美が用意されてよかった。これ確か5年ぶりとか、僕は合宿マウンガンドで初めて来ました。なんなら嬉しい。こんないいところだと思ってなかった。どっちが部屋なんだ。なんかおー、靴ってどこで脱ぐかじゃん。まあでも基本靴なんじゃないですか。この上がるときは脱げよっていう。すげえ部屋だな。すごいかも。めっちゃいいっすね。こんなの止まったことない。普段はない。普段はこんなの止まってないですよ。はい。編集者ってめっちゃ贅沢してる。いやいや、全く全く止まってるね、いつも。はい。サウナとか、カプセルサウナとか止まってます。ああ、すごい切り詰めてるな。こんなんお見せできないよ。